ぱいです。海の家を今年はオープンするらしいんですよ、やってみたいじゃん。みんな30代狙って頑張ります。トンビ、はい、ご飯食べました、はい、美味しかったですね。美味しかった、ね、すごいご飯のメニューも多くてね、うんうん、美味しかった、ね、美味しかったね、うん、ボリュームもあったね。ボリュームちょっとなんか満点、純ちゃんのやばかったねえ、なんかどん2つあった、顔がやばい、もう眠くなっちゃったかな。でですね、はい、まあ、前半ね、うん、言ったと思うんですけど、今日は特別なことがあるって言ったじゃないですか。内緒にしてたことですか。内緒にしてたこと、うん、実は、うん、聞いたんですけど、はい、海の家を今年はオープンするらしいんですよ。キャロウェイ、キャロウェイアパレルで、アパレルで、はい、すごいね、なんか斬新じゃない、うん、なんか、え、なんでみたいな、うん、なんでゴルフ関係ないじゃんみたいなのかなりあって、ね、うん、ちょっと聞いてみようかな。そうですね、そう、はい、いや、かなり情報早いと思う。多分まだ全然知らない人もいっぱいいると思うんで、ちょっとだけお話しすると、はい、まあ、アパレルの会社が、まあ、海の家やるんですけど、ゴルファーだけじゃなくて、海に来てる人にもゴルフの楽しさを知ってもらいたいなっていうのがあって、まず、なんか立ったんです。ちょっとスポーツだし、太陽の下だし、朝、海もね、朝早いし、サーフィンも朝早いし、なんかちょっと通ずるものはあったりする。そうだね、うん、あとはもう一つは、やっぱりなんかゴルファーってみんな今日一緒に回ったメンバーとなんかおしゃべりしながら反省会もしたいじゃないですか、パーキング行ったりね、そうそうそう、車の中でやったりとか、だからそれを夏だし海の家でやりませんかみたいな、そうだね、っていう場所、そういう場所を提供したいなっていうのがあって。そうだよね。ちなみにいつからオープン予定なんですか。一応7月の中旬。中旬、じゃあもうだね、もうもうだね、もうもうもなく、形もちょっと出来上がってきて、ああ、じゃあ今日特別にちょっと行っちゃいますか。あ、近いし、近いですか。時間ある、時間ある、お、時間ある、ある、ある、あるある、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 じゃあちょっと行ってみましょう、終わったら、行ってみましょう、全然ちょっと雰囲気見てみて、こんなのができちゃうぞ。暑いしさ、海行きたいよね、うん、よし行こう、純ちゃんも入ろう、純ちゃん水着持ってきた、水着お願いします、お願いします、後半も、はい、お願いします、お願いします、後半スタートです、お願いします。あのね、これあのもうラウンド中のトークですよね、だからちょっと左目の方が怖いかそう、お願いします。あの木に向かってすぐに、暑いわ。本当だね。千葉よりやっぱ風がないね、あんまり。うん、千葉はさ、昼から結構風出るからさ。うん、そうだね。後半の目標はだいたいどれくらい出る？スコア。そう。ね、じゅんちゃん。どれぐらい狙い？どれぐらい狙い？どれぐらい狙うの？そうだな。でも短いからやっぱり。やっぱパーとボギーでね、パーセーブ。うん、パープレーになって。そうだね。パープ。ダボ、ダボはダメね。ダボはダメ。バツだ。どうする？じゃあ、まあまあって。いい。まあ、頑張って。40、30、30代。30代で頑張ろう。あ、似合うよ。本当？うん。アイボル。気になってる最近。あ、本当？うん、このままみんな30代狙って頑張ります。ちょっと今日はエピックが触れないのでエポにちょっと一瞬戻します。ここは木越です。木の上を行きます。
番で短く持って肩が出ないように。あ、左だ。全然聞こえじゃないし、全然聞こえじゃない全然左。年位置を見ましょう。向こうちょっと下がってるから強くやるとダメかも。あー低かった。これはトンビだ。トンビだ。トンヨロでしょ。いいね。なんか曲がんなくなったね。まずまず。ちょっと分からんな。カットで。使うんでしょ。使う今とか採用です。お、ナイショー。ちょっとお気に入りしました今。なんでなんでなんで。いや今トップの位置結構浅かったなと思って今までと。すごい。マンブリ？私は分かんないその時の気分なの。気分、うん、打った瞬間にあーとか言うじゃんそんなこと言ったらアドレスがよく分かんない。うん、よいしょ。右手出た。今は今のはね、ちょっと右手ちょっと出ちゃったね。右手出ちゃった。右手出た。あーいいね。ナイスショー。合ってるわ。合ってるやっぱり合ってる。合ってる。合ってる。タイミングが合ってる、うん、会話がすごい。なんか普通の女子の会話じゃないし、うん、なんか純ちゃんとかはなんかどこで上げようと思ってた結構チャレンジャーだと思ってそうだよ。結果はね、そうでもそれを自分の武器にしたら結構強いと思う。そうね、だって、ね、うん、インテンショナルやろうとかいないんですよ、そんなゴルフ歴4年で。わけわかんないね。何それを知らなかったし、ゴルフ4年の時インテンショナルしないですよ、うん、でもさ、なんかやってみたいじゃん、ね、まあ結果やってみた結果、うん、5センチしか進まなかった。そうそうそう動いたロブロブショットね。あれは本当にみんなに見てほしかった。でもさ、やっぱもっとちゃんとこうなんかこう打っていかないとダメなんだなとかさ、やっぱやったらわかるけど芝で、うん、やんなかったらわかんない。あれなんかわかんないね。わかんない。まわかんない。まず抜けるもん。うん。だからね、ちょっとやってみるしかないよね。やめよう。なんかティーの刺し方もこなれてるもんね。プロだもんね。あ、そう。これ女子プロやんの？やるよ。プロなのよこの辺だと思う。でもジュンちゃんさ。してるけどいつもポケットから出してるあの動かないと思って全然本当だから出して刺して出して刺してだから気づいたらいっぱいいっぱいそうでポケットにないとここ探すからあったあったあった、ね、めっちゃいるよ。ミミズ食べてる。何あれ。ミミズ食べてる。へえー、トンビ。トンビ。自然だね。すごい。木よりも左間を狙ってしっかりね。
それこそあれだったね、インテンショナルフックしなきゃいけないやつだったな。やっぱりこんな感じですかね。いきます。ちょっと右出ちゃったんだよね。やっぱこれぐらいにつける予定だったんだけど、これぐらい離れちゃった。パパッと寝たい。寝よう。なんか入る気がする。実は。そういう時は入るよ。実は入る気がしてる。しっかり打つ。いや、行かなくてさ。オッケー。はい、ありがとうございます。あーあーとか言って、あの気持ちをさ出してった方がいいっていう時もあるよ。キモ。今の絶対超キモいんだけど。ああ。でも、そのなんかさ、ああ。何言ってんの、ちょっと。ちゃん。そのやるじゃん、マジで、うん、分かる、分かる、あーとかやるじゃん、あーとかやるじゃん、うん、今、じゅんちゃんとやってたもん。感情をコントロールってやってて、はい、私、感情だけは本当にマイナスだった、ガーンってなって、 あとは割と普通なの、ね、やっぱり感情コントロールが下手みたいで、あそうね、じゃない。ちょっとなんか言ってよ。納得しちゃって、ありがとう、リサちゃん。じゅんちゃんが目つちしてますよ。砂めっちゃ巻いてる。もう大事。来た。ナイス。ああ。なんで最後こっち来たの？あ、こっちなんだよね。こっちなの？うん。ええー。私さっき打ってこっちだったよ。あ、そう、うん、もう一回フック打った。あ、やった。切れたかったな。そうだね。コモロちゃんボギー、コモロちゃんボギー、はい、青木ボギー、はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。